YouTube をご覧の皆さん、あなたのお耳の恋人、長澤翔です。スライの翔です。ミッキーです。はい、この3組が一度に集まりまして、なんで開催されるイベント、9月25日新大久保クォーターノートで、トランナイナンバーワン開催してくれてよかった、おめでとうなっております。やった、そうですね、この日はですね、本当にもう熱いロックな一日を、はい、3組で作ろうという気持ちのもと、はい、集まって、今回始まりました、トラナイ、はい、皆さん意気込みは、翔くんから。はい、今回はね、スライは初めて生バンドで、演奏することになってますので、うん、いつもとは一味も二味も違うスライのロックな一面を楽しんでいただけたら嬉しいなと思ってます。よろしくお願いします。よっしょ、それが聞きたかった、うん、そしてウィーク、エンドさん。はい、ね、おそらくね、もう各所からいろいろ言われてますけども、長澤そうスライに対してのこのウィークエンドが入ってくるっていうところが意外だっていう人がね、結構いるのでですね、うん、そうだね、実は仲いいんだぞっていうところですね。そう、そうなんですよ。仲もいけるともお互い切磋琢磨してね、いいイベントを作られていこうと、まあ、仲良し小良しのイベントというわけで、なるほど、ね、お互いの良さを ね出しながらですね、まあ、ロックなウィークエンドをちょっとじゃあ、はい、せっかくなので見せようかと思います。はい、よろしくお願いします。この9月25日ですが、この4人でのセッションもあり、はい、他に何かありますか？そこで切れちゃう、そこで切っちゃう。あとあれですね、入場者全員に、そう素晴らしい特典オリジナルグッズ、3組でのオリジナルグッズご用意してますので、ぜひそちらの方も、はい、これもらえるものですかね、無カードでしょ、もらえるものですかね。そう、全4種類、それで、このトラナイですが、続編、ナンバー2がですね、12月の10日、同じく新大久保クォーターノートでですね、開催されることが決まっております。12月もですね、この3組で熱い一日お送りしたいと思います、はい、なのでですね、9月、12月と、どんな流れで2つの、イベントが行われていくのか、ぜひ皆さん今から楽しみに待っててください。はい、それでは9月25日新大久保クォーターノート、長澤翔ウィークエンド、スライによるスリーマンライブ、トラナイナンバーワン、ぜひ皆さん楽しみに待っててください。それでは長澤翔でした。バラバラ。